動因果だな。で、なんだ？俺はこんなところで何をしてるんだ？ラーメンセット一つ。金がそこをついたんだった。おい、そこの子供。は？今からお兄さんが芸を見せてやるからな。さあ、楽しい人形劇の始まりだ。すごいだろう、楽しいだろう。朝顔の成長記録なんてどうかな。あ、それいいね。こいつら。まあお前たち、お兄ちゃんの芸を見たんだから払うものがあるだろう。さっきからこの人一人で何言ってんの。たかし、無視しないとダメ。あ、これ蹴りながら帰ろうよ。たかし、早くこっち来なさい。バイバイブー。なんだっけ、ラーメンセット。人形を探しに行かないと。どこまで飛んで行ったんだよ。やっぱ田舎だな。
眠っていたのか。あまりに情けないからな。探せないじゃないか。どこだここ。あんたいきなり倒れとったで、びっくりしたわ。そうか、俺行き倒れになって。ここの組合の人間で担いでここまで運んできたんだが、大変だったで。気分はどうや？腹減った。そっか、食欲あるんやったら安心やな。お兄さんもうお出かけかい？お弁当作るからお昼の分も持っていきなさい。あんまり時間がないんだ。じゃあおにぎりだけ包むから。いくつぐらいいるかい？一つでいい。邪魔になるからな。その代わりとびきり大きいので一つ頼む。了解、とびきり大きいのね。
悪いな、世話になった。気をつけて。あ、さて、それには人形を探さないと。別に動かせるのは人形だけというわけじゃない。とりあえず別の手で収入を得るというのもありだな。歯ブラシが毛虫のようにはいずるよ。見てってごらん。僕、触ってみるかい？ほら、毛の一本一本がうごめいてるね。くそ、動いて愛嬌のあるものがない。動け！スリルは満点だな。飲み物なくて大丈夫ですか？
きますね。帰る。大丈夫。なんだこりゃ。からかってるだろ俺のこと。そんなことないですよ。美味しいんですよこれ。いらないですか？いらない。じゃあ私が二つとも飲みますね。ああ。もともとお前のものだ。嬉しいんですからね。お前もな。浜辺、そこ。
遊びたいから。はあ？昨日そこで遊んでたんですよ、子供たちが。ずっと眺めてたんです。楽しそうだな、私も遊びたいなって。ずっとそう思ってたんですよ、あなたが寝てる隣で。昨夜寝てましたよね、さっきの場所で。暇なのかと思ってずっとつついてたんですよ、お腹とか背中をツンツンって。でも全然起きる様子がなかったので諦めました。よっぽど疲れてたんですね。疲れは取れましたか？今日は暇ですか？忙しいんだ。だって昨日も寝てたし、今もおむすび食べてた。それは休憩だ。休憩も必要だろ。子供におどけて見せてたし。探し物をしてるんだ。いつだってそのことで頭がいっぱいなんだ。だから相手できない。一緒に探しますね。この辺りですか？北極か南極かのどっちかだと思う。じゃあ行ってきますね。すごく遠い。そうだな、かなり遠い。バスに乗るところで気づいたの。もしかして嘘かなって。嘘だ。どうしてそんな嘘つくかな。今ここ探してました。ああそうだな。一緒に探しますね。北極グマ。それって嘘ですよね。本当だって言ったら北極まで行くのかお前は。はあ、どうしてそんな意地悪言うかな。暑いだろ、帰るよ。平気ですよ、慣れてるから。